はい、じゃあ、お風呂の清掃、させていただきます。まず、ここにバスマジックリンがあります。お客様が帰った後、次のお客様をお迎えするための、掃除動画でございます。バスマジックリンをある程度シャーシャーして、こする。で、ここをこすとかな、まあ、今ノイル使ってるお店もあるでしょうけども、でもやっぱりぬるぬるしてきたりだとか、衛生的にも洗った方がいいのでこすります。 OK で、もうこの程度でいいです。で、ここね、あとここもぬるぬるするじゃないですか。で、柄の部分も OK で、ここもう大概いつもきれいにしてればきれいなんですよね。なので、ここもきれいにするようにしときましょう。で、お湯、水を出す。で、まず柄の部分を、の洗剤を流して、よいしょ。で、あと洗剤を流す。ちゃんと見えてます？で、これ定期的にね、この辺のとか脇のカビキラーとかはやってますからね。それは毎回やれないので、今回は、セラピストさんが、お客様が帰った後、掃除する時の研修動画でございます。これで石鹸は落ちました。洗剤が落ちました。あとは拭き上げ、で、これがあったりするので、とりあえず水は流して、で、これお客様の足拭きマットなどを使って拭いていきます。これだいぶ揺れてんだろうな。で、ここ、水滴、あと細かい毛とか1個あってもダメです。やっぱり、聞いてくださってる方も分かる通り、旅館とかね、お風呂付きのホテルとか行った際に水滴があったりとか、髪の毛1本落ちていても、気持ち悪いじゃないですか。それと一緒、次のお客様のために、水滴や細かい毛、ほこりは一つもないような状態にします。で、一つあったらもう掃除しているの、いないのと一緒ぐらいの気持ちで、やっていただきたい。だから壁もこうやって、見えるかな、あ、やべえ、顔が超映ってる。壁も全てきれいにします。水滴がない状態ね。よいしょ。そして鏡は必ずガラスクリーナー、鏡クリーナーで掃除します。鏡クリーナーは、僕が好きなのはこれ、これでございます。これがいいね、やっぱり。で、これをかけて、きれいな乾いたタオルで拭く。ちょっと斜めになってるかな、我慢してくださいね。で、これきれいに拭き上げたらきれいになります。で、これ鱗防止にもなる、すぐ鱗になるから、鏡をほったらかしにしとくと、で、鏡交換しなきゃいけないし、ザラザラしてる鏡のお風呂にお客様をお迎えするの嫌じゃないですか。なので必ず鏡は、ガラスクリーナーで、拭きます。よいしょ。で、もうお風呂完成。もうあっという間でしょ。で、これが床も綺麗だし、埃も落ちてないし、最終確認してくださいね。で、水滴ついてないかなって、次のお客様のためにね。で、終わりと。それで、ここで終わってはもったいなくてですね、この拭いたタオルを使って、ここお風呂の全室、脱衣所ですね、をきれいにします。で、これは拭き上げるだけで OK で、ここに細かい毛とかが落ちてるんですよ。ほら、こういうとことかあるでしょ。見えます？見えるかな。これがあっちゃダメなんです。
やっぱりね、気になる方は気になるし、やっぱりしっかり清掃が行き届いてるっていうのが大事なので、細かい毛がね落ちてたらもう本当にがっかり、だと思いますので、よいしょ。でこの、さっき拭き上げたタオルを使うといいと思ってます。コロコロする方とか、僕もコロコロでもいいみたいな言い方してた時期もあったんですが、コロコロよりもやっぱり目線を下げてしっかり床を拭く。でオイルとかね、まあノイルのところでもやっぱりちょっとベタついたりするのも、あのコロコロじゃ取れないですけど、ちゃんと拭き上げれば取れるので、しっかり拭くと。で洗濯機に入れるということで、終わります。なのでまとめると、まとめますね。ここ水滴や細かい毛、ほこりは一切ない状態、次のお客様のために、それが品質であり清潔感、ね、エステサロンですから大事ですと。で鏡は、しっかりガラスクリーナーで鱗にならないようにしっかり毎回毎回掃除をする。そして、脱衣所も、低い目線で細かい毛がないかっていうのをしっかり、タオルでやっぱり拭き上げるのがいいですな。それでやってみてください。ちょっとありました、ね、これ取れないからタオルでねしっかり取っとかないと。こういうの1個落ちてるだけで掃除してないのと一緒ですからね。ということで、以上で終わりたいと思います。